皆さんこんにちは、スマシ TV です。ナンバーアイ神宮寺勇太さんが北山宏光さんに続き2年ぶりにドラマ出演が決定し話題となっております。ドラマの役は一体どんな役なんでしょう。また気になる共演相手は誰なんでしょうか。今回は神宮寺さんの4月期のドラマ出演についてまとめてみましたので、ぜひ最後までご視聴ください。平野翔さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんで結成したナンバーアイが9日、3人揃って初めてインスタグラムでライブ配信を行いました。視聴者数は最大20万人を超えて反響を呼んでいます。1月1日に配信したデビューデジタルシングル GOTO は売り上げが絶好調であり、3月6日には3形態で CD が発売されることが決まっているナンバーアイ。この日はファンの呼び名を決めようと呼びかけ、アイズ、アイズーなど案が出たものの結論は出ず、岸さんがドーム4回分くらいの方が見ていると思うので皆さんのコメントを読んで決めたいと思いますとまとめ、一本締めで約40分の配信を締めくくりました。配信中ファンからの書き込みで、かつて同じグループで活動した岩橋元気さんがコメントを寄せたことに気づき、平野さんが岩地元気してるかと呼びかける場面も、野球まだやってんのか、お前いいストレート持ってるんだから投げ続けなよとエールを送る場面もありました。久しぶりに岩橋さんとの交流を見ることができましたね。そんな中、同じく 2BE 所属の北山宏光さんが4月5日スタートのテレビ東京系ドラマ24、君が獣になる前にに出演することが決定しました。このドラマは漫画雑誌ヤングマガジンで連載、佐野隆氏による最新作を実写化したものになります。北山さんは昨年9月の事務所 2BE 移籍後初のドラマ出演にして主演となります。北山さんは昨年11月にはソロデビュー、デジタル楽曲乱心、ジョーカーを配信するなどアーティストとして活躍しており、ミリオン上ただ離婚してないだけ以来、約3年ぶりに俳優として同局ドラマの主演に戻ってくることが分かりました。そして制作陣には見逃し配信初回193万回を記録し、前話1500万回超えの話題作となったただ離婚してないだけチームが再集結しています。監督・脚本は映画アンダーユアベッドやただ離婚してないだけをヒット作に導き、タブーにとらわれない先鋭的な作品を送り続ける朝と真理氏が務めるようです。3年ぶりの北山さんの演技、そして人気漫画の実写化は話題になること間違いなしです。ここ最近テレビ出演の機会が増えているのが滝沢秀明氏率いる 2BE です。去年8月に合流した元ジャニーズジュニア大東律樹さんは早速10月クールの日本テレビ系ドラマ「秘密を持った少年たち」に出演しました。さらに元インパクターズこと IMP は日本テレビ系の音楽特番「ベストアーティスト2023」で見事に地上波初出演を果たしています。元 V6 の三宅健さんと北山さんはバラエティ番組おどおどハラハラの1月放送回にゲスト出演し話題になりました。またナンバーアイの平野さんはサントリー人水の新テレビ CM 平野翔初めての水人ソーダ編が2024年2月10日から順次放送されます。さらに平野さんを起用したデジタルハリウッド大学の一夜限りのスペシャルテレビ CM が2月16日に放送されることも分かりました。本 CM はウェブでも公開されるほか、屋外広告が渋谷にて2月27日より掲出されます。同大学は平野さんの起用理由を、平野さんはみんなを生きるな自分を生きようをリアルタイムに体現されている方で、自分の夢に向かって新しい道を歩み始めた姿が DHU の思いと重なると考えました。このメッセージを笑顔で明るく伝えられる唯一無二の方だと思い、この度新 CM キャラクターに起用させていただきましたと説明しており、
2B タレントのテレビ進出が活発化してきました。さらにナンバーアイの神宮寺さんは今年4月クールのドラマにキャスティングされたと週刊女性が報じています。ドラマ出演が事実であれば2022年4月期の受付の女王以来2年ぶりの出演で、ナンバーアイに移籍後では初出演となります。ファンとしてはすごく嬉しいお知らせですが、今のところ公式からの発表がなく、真相が気になるところではあります。神宮寺さんが出演するドラマについては現時点では明らかになっていませんが、去年12月19日発売の週刊女性が報じた内容では、今年4月期の地上波ドラマにキャスティングされているとのことです。報道された内容はキャスティングされているのみのため、何のドラマに出演するかは特定できませんが、2024年2月10日時点で発表されている4月期の地上波ドラマは以下の通りです。虎に翼、 NHK 朝ドラ、ディスティニー、テレビ朝日、366日、フジテレビ、からかい上手の高木さん、 TBS、 ブルーモーメント、フジテレビなどがありますが、特に気になるのはフジテレビ月9枠の366日です。本作は HY の名曲366日の世界観に着想を得たオリジナルストーリーで、高校時代に実らなかった恋を叶えようと再び動き出した男女が予期せぬ悲劇に直面しながらも愛する人を思い続ける壮大な愛の物語となっています。現在ドラマの公式ホームページの出演者情報には雪平飛鳥さんと広瀬アリスさんの名前しか載っておらず、恋愛ドラマに肝心な相手役の記載がありません。このことからもしかすると神宮寺さんの出演があえて伏せられている可能性もあります。フジテレビの月9枠ということもあり、神宮寺さんのキャスティングをサプライズ発表するかもしれませんね。現時点ではドラマの出演も噂レベルのため、詳細については明らかになっていませんが、報道を受けて SNS 上では神宮寺さんに演じてほしい役柄が上がっていました。神宮寺くんドラマって話が本当かどうかは置いといて、ナイロン読んでから受付に続いて秘書、そして弁護士という神宮寺くんによるお仕事シリーズが見たいってなってます。噂とかそんなの関係なく、ずっと神宮寺くんに TBS 加重のドラマに出てほしいって思ってて、主演じゃなくて当て馬役でお願いしたい。絶対いい当て馬役できると思うんだよ。優しくて頼りになる先輩でもよし、隣に住む面倒見のいい幼馴染でもよし、笑顔が可愛い紳士な後輩でもよし、など役柄については様々な意見が飛び交っていました。噂の段階でこれだけ盛り上がっているので、神宮寺さんのドラマ出演を心待ちにしているファンがかなり多いのが伺えますね。2024年の4月期のドラマに出演されるのであれば、ドラマ出演は2年ぶり。2022年の受付の女王の演技が素晴らしかったので、次回のドラマはどんな演技を見せてくれるのか、とても楽しみですね。今後の動向に注目です。ご視聴ありがとうございます。ぜひ、チャンネル登録と高評価をお願いします。たくさんのコメントや感想もお待ちしております。それでは、次の動画でお会いしましょう。